それではお金がなければというかお金がない世界の続きをお話をします。改めてですけどもね、私たちは日々の生活っていうのはやっぱりお金にかなり縛られてますよね。例えば会社に月曜日ってほらブルーマンデー、マンデーって言いますけども、ああ会社にいかん仕事が始まると思って、あるいは金曜日になったらああ休みっていうふうにやっぱり休みが嬉しい、仕事が嫌というかな、そういう感覚がありますね。でやっぱり日々の生活の中でお金は必要だし、だから買うんだったらなるべく1円でも安いところを買うとかですね、いろんなことでお金の入り方使い方っていうのは結構悩みのもとですね。で例えばあなたはですね、もしこの世界でお金がなくなってしまったとしたら、こういう世界を考えてみるのはとても面白いと思いますね。つまり必要なものはただで手に入る、で必要なものはただで人に与える、こういう社会ができたとしたら、でこれはそんなに難しいことじゃないんですよ。江戸時代とかですね、もう少し昔の田舎ってみんなそうなんですね。必要なものはみんなお互い工夫し合って、でないものはみんなで工夫して作る。そしてお金というものはほとんど動かなかったっていうか、お金っていうのは特に必要がなかった世界が十分あるんです。私アフリカに行ってもそうなんですよ。でそういうふうにお金のない世界があるわけなんですけど、もし今あなたの周りの社会がお金がない社会に変わったとしたら、急にね、お金をもらわなかったらあなたは会社に行くかどうか、今やってる仕事を続けるかどうか、どうでしょう。多分稀にはですね、医者とか、何かこう学校の先生とかですね、自分はもう給料がゼロでも私はこれを天命として、天職としてやりますっていう人がいると思いますけど、おそらく圧倒的多数の人はそんなんだったらいかないわというふうになるでしょう。でそこがですね、実は随分私たちは損をしてるなと思うんですね。というのはね、キューバっていう国があるんですけども、そのキューバに2年前行って感動したんですね。というのはキューバはね、みんな給料一緒なんです。なぜならば、社会主義なんですね。社会主義で非常に成功した国、非常に素晴らしい国で、みんな国家公務員でですね、給料一緒なんです。ですからお百姓農業っていう仕事も、あるいは掃除っていう仕事もね、皿洗いっていう仕事も、どんな仕事も同じ給料なんです。ということはね、実は100倍努力しないと、あるいは100倍以上努力しないとできないっていう仕事も給料一緒なんです。例えばお医者さんも給料一緒なんです。そしたらさっきの考え方ではどうなります？みんな給料一緒だったら100倍も苦労する医者になる人がいるだろうか。で現実にはね、キューバは医者が非常に多いんです。で私もその医者の一人に聞いたんですね。医者になるのはどうだったいと、大変でしたって、どのぐらい努力したって、多分100倍ぐらい努力したと思うってね。で100倍努力したら給料一緒っておかしくないですかって言うと、えって言うんですね。だってあなたは100倍も苦労して、おまけに100倍もね、忙しくって、大事な仕事をしてるんだから、100倍の給料をもらって、100倍の、高級車に乗って、100倍の豪華なご飯を食べて、100倍の豪華な家に住んで、で100倍の豊かな生活をしたいと思いませんかというと、ちょっと意味がわからないんですけどって、いや日本はそうなんですよ。お医者さんというか100倍努力して100倍の収入を得た人はそもそも100倍の苦労をするのは100倍のお金をゲットするためなんですというと、まずびっくりするんですね。でその100倍のお金を手に入れたら、100倍の大きな家を建てて、100倍の高級車を買って、100倍の贅沢な生活をすることがステータスと呼んで、それをやりたいから100倍の努力をするんですよというと、余計にびっくりしたんですね。そして彼はですね、なんとなくあなたの言うことは分かります、それが資本主義ということなんですね。私たちにはもう理解ができないことなんですけど、というのは私たちはこの仕事がしたいからその努力をするわけです。そのお金のために働いてるわけじゃないんです。それに医者だったら本当に忙しいから、100倍の高級車に乗る時間もないしですね、100倍のものを食べる必要もないし、100倍の家に住むのも余計大変だし、だから本当に私たちも普通のどんな仕事の人も食べる量は一緒だし、住む家は一緒で住むし、で移動するには同じ自動車でいいし、その100倍の苦労をしたから100倍のお金が欲しいっていう感覚は理解できませんと言われて、実は非常にびっくりしました。そのようにですね、私たちの資本主義というかそういう考え方ってね、ものすごく損してるんですね。その仕事そのものの大事さを理解しない。ただ給料で、あ、安い仕事だからなんていうかな、価値が少ない、あ、すごいこうお金が入るからあれは価値がある仕事って思うことも非常に間違った考え方ですね。あるいは物の値段ですね。例えば100均で買ったものは粗末にしてしまう。ところが同じものでもですね、高い値段、それこそボールペンだって 100円であるし、ところがですね、何万円というボールペンもありますね。そして何万円とボールペンをすごく大事にしてね、その100円のボールペンだったら粗末にしてしまうというのは、そのものの本当の値打ちですね、機能。ボールペンというのはそのプラチナであるとか金目であるとか関係ないんですね。ボールペンというのは書くっていう、書けるっていう、その価値なんですね。だからお金がなければそのものの価値がそのまま見えてくる。ところがお金があることによってですね、その値段とかですね、そのいわゆるプライスというものに僕らはその惑わされてしまって、本当のその価値が見えなくなる。ですから私たちはお金に縛られない人間になりたい。だからあの人は無職だからとかですね、あの人は給料が少ないからダメなんだっていうことじゃなくて、本当にその人はどんなにその仕事を愛してるか、どんなにそのことを通してみんなを大切にしてるか、あるいはその人が自分自身をどれだけ大切にしてるか、そのことの方がはるかに素晴らしいことだと思います。